第130回10月8日木曜日オンライン祈祷会。コロサイの信徒への手紙3章13節。互いに忍び合い、責めるべきことがあっても許し合いなさい。主があなた方を許してくださったように、あなた方も同じようにしなさい。人の考え方や行いは、生まれた環境や置かれた立場、受けてきた教育などによって様々です。ですから、人が集まるところには、自分と違ったやり方、違った考え方も現れます。当然、受け入れることが難しいと感じることも起こってきます。そのようなとき、互いに忍び合い、責めるべきとこがあっても許し合いなさいとのメッセージに心を留めましょう。キリストを信じて罪を許された者は、人を許す道を歩みます。自分自身が許されたからです。許すことができるようになるには、先に主が許してくださったことを覚えることが大切です。主があなた方を許してくださったように、あなた方も同じようにしなさいを実践したいと思います。祈りましょう。今日の祈り。1、安全で有効な治療薬とワクチンでコロナの問題が終わりますように。2、仕事や生活上の困難に苦しんでいる人が支えられますように。3、神の働きのために献身する人が起こされますように。神様、今日も祈ることができてありがとうございます。あなたの十字架の血潮によって罪が許されて今あることを心から感謝をいたします。いつでもどこでも互いに許し合いながら生きることができるように力を与えてください。コロナの問題で苦しんでいる人たち、どうぞあなたが力を与えてください。またそのために一生懸命働いておられる人に一人の健康が支えられますように。またこの時代に、この素晴らしい神様の福音を伝える人たちが次々と起こされますように。私たちの周りの一人一人の中から献身者が起こされますように。イエス・キリストの御名によって感謝してお祈りいたします。アメン。